い、皆さんこんにちは。こんにちは。前回さ、質問返しみたいなコーナー出てもらったじゃん、うん、はい、でそこで返してない質問たちの中で、うんうん、韓国人の男性との恋愛について気になっている子たちが結構多くて、うんうん、今日はそれについて話していこうかなと思います。はい、れいちゃんも韓国人男性と恋愛経験、うん、あるので、私たちのあくまで経験上での話なので、本当に韓国人はこうだとか日本人はこうだとかそういうことではないので、踏まえてみてくれると嬉しいです。じゃあまず出会いから話していこう。え、そのさ、彼とはどういう風に出会ったの？韓国人の人と付き合ってみたいなという気持ちはあったんだけど、うん、新大久保のバーによく行ってました。うちらがご飯食べて、あ、じゃあなんかちょっと一軒行くか、一軒行くかって言って行ったところにお姉ちゃんの彼氏になった人が働いてたんだよね。そうそう、じゃあ行きますって言ってそれでアムロ行きます。めっちゃもうアプローチしたんだけど、日本語が全然話せなくって、連絡先だけは絶対交換しといて、うん、で次の日ぐらいにもう2人でご飯食べに行って、何、告白っていう形で付き合ったの？彼女いるって聞いて、いるよって言われたらもう友達になっちゃうから、それが嫌だったから絶対彼女いるか聞かないでおこうと思って、でお酒飲んで飲まして、結局女の影がなくて、だから彼女いないなと思って、うん、ヤダチングしそうって聞いたら、うん、オプソよって言ってたので、じゃあ私と今日から付き合おうって言って付き合いました。素敵。どうやって出会ったの？あ、ソゲッティン？そう、ソゲッティンって何かっていうと、友達の紹介、友達の紹介なんだけど、うん、その席には友達は来ずに2人でもう会うの。お見合いのお見合いみたいな感じ、もっと軽いみたいな。そうそうそう、うん、あとはどういう人だっていうのもいろいろ、あ、そうそうそう、そう、信頼ができるよ、ね、そう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 、なんか知ってる人の紹介だから、それによってすごく抵抗があって、うん、日本にはない文化だからね。そうそうそう、ずっと固い女なんで、そう、断りすぎてなんか怒られたの。その彼氏もいなくて、そう、ただ友達になるでもいいんだもんね。そうそうそう、もちろん私から告白した。あ、そうなんだ。結構こうあるよね、普通に告白するよね。全然ある。なんか、うん、もうそれは日本と一緒だよね。一緒だった。あ、韓国に私が遊びに行った時にどこで出会える、うん、でもクラブはちょっとなんか遊んでる男が多いから。あと日本ってさ、結構誰でもかんでもこうナンパするみたいな、うん、うちらなんか飲み込むみたいな、そう、でそういうのにすごく慣れてたから。慣れんなよ。慣れてたっていうか、そういうものだと思ってたからその外で声かけられるっていうのは、うん、韓国ってナンパする時って、あ、本当にこの子が本当に気に入ってて、 あんまり軽くないんだ。あ、そうそう、で、まあ、もちろん場所によるのかもしれないけど、そうだよ、お酒入ってたりしても違うし、うん、まあ、気をつけてください、ナンパには。それはでもいい出会いもあるということ。日本よりかはもう少し重く取ってもいいのかなと。ああ、そうなんだ。そうだね、飲み屋さんで普通に女友達と飲んでてもナンパされての出会いもあるね、うん、だからそういうのも、まあ、いろんなそういう場所に行ったりするのに、あとはやっぱ韓国の人は軍隊制度、今は1年6ヶ月になってるんですけど、そうです、どんどん短くなって、今はその勤務が終わったら携帯でもくれるの。韓国は結構軍隊に行くってなったら別れたりとかするカップルがすごい多い。待てないし、待ってても帰ってきてまた軍隊で遊べなかったから、すごい遊び始める男の人が多くて、それで軍隊は別れるものっていう感じだったけど、今はきっとね、携帯も使えたりしたら短いし、もっと。私その軍隊にまだ行ってない男性と付き合った時に、うんうん、やっぱ軍隊の話が出るとなんかちょっと気まずい雰囲気じゃないけど、え、なんか待てるみたいな。だって2年経ったらもう27とかでしょ。でそれでまたそこから遊ばれちゃったら困るじゃん、こっちだって。そうなんだよね、待たない子が多いみたいな。そうだね。そしたらじゃあ続いて、文化の違いでなんか困ったこととかあった？困ったことは特になかったけど、私はすごいなと思ったのは、お母さんにすごいたくさん連絡するなって、うん、本当に家族に対する考え方がやっぱり違う、うん、韓国の人は、うん、っていうのはすごく思って、うん、私の彼は1週間に1回ぐらいお母さんに電話したりして、お父さんとかも電話したりしてたけど、やっぱ韓国の人はそういう表現をすごくたくさんするんだなって。そうだね、大事にするような人はね。あとは記念日が、100日記念日とか、うん、まあ、それでなんかサプライズでお花くれたりとか、うん、そういうのはすごくびっくりした。確かに日本人の人はそういうことなく、1年記念日、2年記念日とかは、でも何するみたいな感じなんです、2人で、うん、でも向こう韓国の人は何も言わずに、そう、お花持って待ってたり、
けど、そういうのもまあしない人も結構、まあもちろん、ね、いると思うけど、日本でもする人もいるとは思うけど、でも韓国行くとさ、お花持ってる男の人すごい多いよね。日本だったらさ、送別会の後みたいな人しかいないじゃん。空港でも何回も見た。あ、だよね、だよね、嬉しいよね。焼きもち焼き、あ、焼きもちについてね。こういう服着ててもさ、あー、そういうこと、おい、あー、だからみ、おい、スカート短いよとか言われたことある？あるある。例えば、え、短いの履かないでとか、そういう、え、こういう服とか絶対ダメだよ。え、でも日本の男の人も言う人はいる。あー、まあそうだね。私それ言われたら本当に無理になる。見せるなって言ったのに、じゃあ誰のためにやるのみたいな考えがある。あ、でもおしゃれは自分のためにやるから。そうそうそう、本当に焼きもち焼きの人はもう電車とでも男の隣に座るなとか。あとさ、喜ぶ人もいるんだよね、彼氏で。逆にこういう服着ていったら、わー、なんか今日の服セクシーだねって言って喜ぶ日本の人は結構知ってる、うん、へー、なんかちょっとアメリカンスタイル、ね、アメリカンスタイルだよね、うん、どうなんだろうね。ねえ、よしよしだよね、よしよしだね、人によってやって。あと覚えておいた方がいい韓国フレーズ教えてください。でもやっぱり韓国人の男性は日本人の女性を優しいとかリアクションが大きい、可愛いね、可愛いっていう風に考えてるから、それをもっとこう大げさに押し入れしていったら、うーとか、おいしいとか、本当に大げさにやっても、わ、日本人の女の子だ、うまくそうま、すごく可愛いって喜んでくれるよね、うん、喜んでくれる、ない文化だから。でも本当に今こうレンちゃんとさ、改めていろいろ話してたらさ、うん、本当に一つ一つが結局は人それぞれなんだよね。韓国人の人だから確実にっていうわけでもないし、まあ、っていう感じで今日はまあ比較というよりかは韓国人の人と、ね、勝手に喋ってみました。勝手にいろいろ喋ってみました。ベラ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 。またなんか気になったりとかすることとかコメントしてくれたらまたお願いします。またこういうシリーズ化じゃないけど話せることはということで、楽しみにしててください、はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。皆さんコロナ気をつけて、手洗いうがいとなるべく外出を控えて気をつけてくださいということで、また次の動画で会いましょう。じゃあねー。